これぐらいでいきましょうか。はい、うん、これだったら大丈夫かな。これがね、目の疲れとかによく聞きましょう。はい、こう痛い。あとここが、あの耳の疲れとか。これね、首と肩と肩甲骨の付け根の、こいつが硬くなっちゃうと肩がしんどいっていう感じになっちゃうと思うんですね。だいぶ優しく抑えてますからね。すいません。いいえ、大丈夫。私は泣いたいと思ったよ。そこ痛んですけど、ほんまに。ここがすごい負担がかかってますね。結構立ちながらも結構パソコンとかいっぱい触ったりとか。パソコンも触る。ああ、触りますか。パソコンも触りますか。今パソコン触らない仕事ないからね。こんにちは、門前整体水信です。今ね、この方もね、だいぶね、首痛がられてたので、音声をね、オフにして喋ってた、やってたんですけども、だいぶとね、痛がられなくなってきたので、こういうふうにね、私がね、またね、解説していこうと思っています。今押さえてるのが、先ほども説明していましたけれども、首と肩と肩甲骨の間の一番よく凝る部分ですよね。まあ、この動画を見てる皆さんが一番やってほしい場所にあるんですよね。で、ここをね、やっぱりね、刺激してあげようと思うとね、斜め45度の角度の方向でね、ぐいぐい抑えていくとかね、やっぱりね、抑える方法、人がね、結構ね、ある程度分かってないと抑えにくい場所なんですよね。あ、ストップが出ちゃったかな。で、ここでね、まあいいや、なんですけども、その場所はね、やっぱり硬くなられちゃう場所が多いので、どうしてもね、皆さんね、抑えてほしいけれども抑えてほしくない場所みたいな感じにね、なってくる場所です。で、今ね、またね、反対側もね、痛がられてるんですけども、この辺もね、足の動きで痛さを見といてもらって、手の動きとかでね、やっぱりね、目の疲れっていうのはね、やっぱり効果的にね、やっぱ首の疲れが出てきやすいんですよね。あとはね、最近なんかだったらね、出産されてお子さんを抱っこしてる方とかだったら、どう
うしても左手で抱っこしちゃうので、左の腰とか左の肩とかが硬くなってしまって、その辺がねしんどくなられたりとかする人なんていうのもね結構おられたりします。あとは同じ仕事をねされてて、なんていうんですか、同じ方向ばっかり使っちゃうから、どうしてもそこが硬くなってしまうっていう人もね結構おられるんですよね。ですからね、そこがね気になる方はね、違う方向も使ってあげるようがいいんですけれども、そう言いながら門前整体三つのぶ、私も右手で押さえる機会が強いので、右の背中が硬くなったりとか、右の、足裏で結構踏ん張ることが多いので、右の足裏が結構痛かったりとかすることありますね。やっぱり職業病っていうことですよね。まあ違うこともね、やっぱりそうなってくるんだったらね、自分の体をねやっぱ定期的にメンテナンスしてあげないとなっていうのが、まあ、今日思うこの頃でございます。ですからね、こうやってねしっかり刺激してあげる、でまあ、近くの、ね、お店で、ね、やってもらってまだ足らないっていう方はね、お時間ある時にね門前整体三つのぶならですけれどもね、コロナも収まってきてますから、来ていただければね、このね痛い痛い動画をね、痛い痛い整体がされますから、ぜひぜひ楽しみに来ていただければなと思います。で皆さん来られてね、やっぱり一回来られて全然違うっていう風にね思われる方とか、やっぱり東大阪とかね近場の方結構ね来ていただいてますから、皆さんもね、ぜひね奈良に、関西方面にね用事を作っていただいて、その時にねぜひこれをね見に来ていただければな、受けていただければなと思います。でここね、今やってるんですけど、やっぱり、ね、首の付け根をね今やってるんですよね。この首の付け根ってやっぱりね抑えにくい、一番ねなんて言ったらね、首の筋ってね1線2線3線って言って、この抑える筋があるんですけれども、首の肩甲骨の、首の骨の、ね、棘突起と横突起の間ぐらいっていうのがね抑えてあげるのが一番効くんですけれども、最近ね門前整体 MAX3 っていうのに変えて、棘突起横突起の横だからね、本当に首の耳の筋あたりも抑えていくっていうね、それを横から抑えていくっていうやり方をちょっと今最近やりだしてるんですけども、それやるとねめちゃめちゃね肩周りとか肩甲骨周りとか劇的に効果的に効いてくれます。ですのでね、皆さんもねそこの場所をねしっかり緩めてあげるとね効果的面ですから、ぜひね受けていただければね、近くのね整骨院さんとか整体院さんでねちょっとやってもらってね、言ってやってもらってみてください。そこをやるだけで劇的に効果的に変わります。でやっぱりね、この今から押さえているいくところ、首と肩と肩甲骨の付け根ですよね。私何回も言ってますけども、この辺って僧帽筋とかっていうのがねくっついてて、どうしてもね構造的に人間の体的にどうしても硬くなりやすい場所になりますから、ここをね、硬くて食べにくい肉、お肉をね肉叩きハンマーで叩いて柔らかくしていくみたいなね、そんな感じで、柔らかくしていくと、あら不思議、肩こりと肩甲骨のこりとか目の疲れとか全部劇的に取れていってくれます。ですのでね、皆さんもここをねちょっとね強めの刺激で入れてあげるとか、まあ強みの刺激ができない方とか、ここにもねチタンテープとかね、まあいろんなテープがあったりとかします。自分の体に合ったテープとか貼りたいテープもの、あとはその首のなんていうのかな、ネックレスはねやっていただくとね、いいです。でそれでも足らない方っていうのは門前整体に来ていただいたりとか、まあこの辺の方だったらね、マッサージガンとかね効果的に効いてくれたりとかもしますね。あとはねやっぱりね、女性の方男性の方もそうですけれども、運動ですよね。で運動何がいいかって言ったら、もうね一番いいのはラジオ体操で、そして次にまあヨガとかそういうものをしていていただけると、だん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 と肩周りって緩んでくれます。でもそれでもなかなか緩みきれないって方は、門前整体にぜひね来てね受けてみてくださいねっていうか、まだ痛そうですよね。今回結構痛がられてる方だったので、初めの方だけね首ね痛がられてたので、音声じゃないところでお伝えしていたんですけれども、こんな感じでさせてもらってます。でこういう風な感じでね、やっぱり肩甲骨の付け根、今押さえているところがね肩甲骨の付け根の一番硬いところなんですけども、ここをねしっかり緩めてあげるとかなり効果的ですから、しっかり緩めていくっていうのはね、これ見ててもね楽しいんじゃないかなと思いますね。ここを見てるだけでね、癒されるっていう方もおられますからね、そんな感じでこの動画を流しております。ね、ここの肩甲骨ほら痛そうで足叩いてますけど、これがねまたねいいんですよね。結構効果的に効いてくれます。
肩こりってね、ここをしっかりしてあげるとね、やっぱり10分15分ぐらいここをしっかりしてあげると緩むんですが、ここだけをやってもなかなか緩まないので、この方のね、足から太もも、お尻をやって背中を緩めて全身をやっていくっていうのが門舌整体三つの部流ですから、一箇所の場所だけねやってもねなかなか取れないっていうことね覚えておいてください。それさえ覚えておいていただければ、だからね腰が痛いって言われてもね、腰だけねなんか施術するんじゃなくて足回りとかもねちょっとねしっかりとね緩めてあげるようにするとやっぱ効果が長続きしますから、よく覚えておいてください。お、そろそろねちょうどいい時間になってきましたので、門舌整体三つの部の喋りもこれぐらいで終わっていこうかと思います。じゃあね、また今回ね違う、動画でまたお待ちしております。じゃあね、またね、バイバイ。背中触るとね、ほら、だいぶ柔らかくなったんですけど、一回でできるの、これが限界。はい、では、よく耐えられました。以上でございます。ありがとうございました。起き上がるとね、だいぶ背中周りとかがすっきりされてるの分かるかな。あ、もうめちゃくちゃです。めちゃくちゃです。あ、すみません、ありがとうございました。